ああ、嫌なっちゃうよ。絶対無敵のセーバルが、しけった宿屋の下働きだ。宿の名前は、緑のタコ足で。ああ、こんな仕事でもないよりマシよ。家賃貯め込んで、長屋追い出されて。そうよ。住み込み食事付きで4人まとめて面倒見てくれるとこなんか、そうそうないのよ。しかし、おめえも付き合いがいいっていうか、執念深いっていうか。あんたとの勝負、忘れたわけじゃないわ。何も一緒に借金抱え込むことはねえのによ。ねえねえ、ガー君、この砂が肥料になるって知ってた？知らなかった。これって、ドリアルクの砂っていう燃える砂なんでしょ？本当に燃えんのかな？お、試してみっか？あ、エレバカ！すいません店長、働いて弁償しまーす。あたいは女を武器にしないのが信条なんだ。なんだってこんな学校生にはならんの。猫のまたんきゴロゴロ。とこんなのより買い出し舞台の方がいいよ。明日の朝までには戻ります。ちゃんと領収書もらってくださいね。エレさん、よくお似合いですよ。ほんとほんと。当店名物緑だこの丸ゆででございます。姉ちゃん、酒おかわり。あ、はいはい、少々お待ちくださいね。はい、お待ちと。はい、エール酒2つね。お皿を下げします。はい、少々お待ちください。エレさん、上がったわよ。はい。
しょ。オーダー入ります。ナマコとホヤ。そっちが住んでもこっちはまだ住んじゃいねえんだ。この宿はお嬢ちゃん一人でやるにはでかすぎる。だから俺は親切にも島ごと買い取ってやろうって言ってんだよ。親父が死んじまって何かと金もかかるだろう。親父の思い出にいつまですがっているつもりなんだ。悪いことは言わねえ。早いところ処分するんだな、このおんぼろ宿屋を。おんぼろですって？父さんが残してくれたものを口汚く言うのは許しません。帰って。ちっ、強情なガキだ。また来るぜ。店長、どうしたんです？元気出してくださいよ。今度あんな地上げ屋が来たらこってんぱんにのして二度と来れないようにしてやりますよ。聞いてたのね。すいません。いいのよ、別に。しかしあの地上げ屋も変わってますよね。こんなちんけな、いや、あ、なんつうか古めかしくていい感じの、うん、そうよね。私には父が残してくれた大切なものだけど。いや、父がもういないなんてまだ信じられないわ。お前さんのてて親はいいご人じゃったよ。こんばんは、おひばさん。わしはこの子のてて親とは昔なじみでの。おひばさんはうちのお得意さんなの。父が亡くなってからずっとお泊まりいただいてるのよ。クルダでも指折りの武器職人じゃった。だがある時突然店を畳んでこの小島に引っ込んでしまった。母さんが死んで何か思うところがあったみたい。私はまだ赤ん坊だったんでよくわからなかったけど。気骨のある男じゃった。その強さはこの子にも受け継がれておる。